バヒトシバヒトシは中国三国時代の学者、発明家、義に仕えた。字は特攻。司令府風軍の人、三国志義士、法義伝に惹かれた風言の序に主な記録がある。若い頃は遊び暮らしており、その才能に周囲どころか自分自身も気づいていなかったという。あと、博士に任じられたがあまりにも貧乏であったため、生活費を稼ぐために、 畑織機の改良をしたところ、それが評判になり、その才能を周囲に知られることになった。休時中となり、行動隆し、畑明と議論をした。話題は、小記録に登場する指難者について及んだ。行動隆し、畑明が、指難者など実在しないと主張したが、馬ヒ氏は指難者は実在したと述べ、今世の人は、工夫をしてみようともしないと批判した。 コードータカシ、し畑明が、馬ヒ氏ののやじを皮肉って嘲笑したこともあったが、馬ヒ氏は、空論をもて遊ぶよりも、実際に作ってみるべきだと、あくまで主張した。コードータカシ、畑明が創英にこのことを上層したため、名店は、創直で、馬ヒ氏に指難者の政作を命令した。馬ヒ氏は指難者を立派に完成させたため、馬ヒ氏の名声は天下に轟いた。 バヒト氏は、都の住まいに、手頃な、広さの土地を持っていたため、田畑に水を引くための足踏み式水車を、発明した。通常の水車の100倍の効果があったという。機械人形を献上するものがあったとき、名はその人形の動きに不満を持ち、バヒト氏に、小直で、その改造を命令した。バヒト氏は、立派にこれを果たした。清流三年、これは、 水天百儀と名付けられ、明帝に指南者と共に献上された記録がある。諸葛亮が開発した村地石海を見せられた時、バヒト氏は、その巧妙さを評価しつつも、まだ改良の余地がある。私が作れば5倍の性能を持たせることができると主張した。また初一社の欠点を改善し、さらに連発式に改良して、実験を行った。ハイシュが、初一社について、 バヒト氏を批判したところ、バヒト氏は、返答に詰まってしまった。ハイシュが、バヒト氏を言いまかしたことを周囲に吹聴したが、バヒト氏に指示していた、風言は、ハイシュに対し、人には得て増えてがある以上、それは意味のないことではないかと弁護した。そうただしもまた、ハイシュの議論に賛同したが、風ンが、バヒト氏のことを熱心に弁護したため、そうただしも、納得し、 馬ヒ氏の改良案について、兄の曹操に取り成すことを約束した。しかし、曹操は、馬ヒ氏の案を放置したため、そこで終わってしまった。風元は、死を解雇して、女残し天下に名高い人物と称えるとともに、こういう番、牧師、王子、長公たちと匹敵する才能がありながらも、周囲の理解を得られず、十分な活躍の場が与えられなかったことを、残念がった。 それが三国史に収録されている小説三国志演技にも登場する。ありがとうございます。